質問、崖外からの復帰が苦手です、助けてくれ。結論、最短距離で復帰するな。復帰を駆られるのは早くステージに戻らなきゃ危ないと不安な気持ちになって、ステージ中央や崖に最短距離でまっすぐ復帰しているのが原因。例えば高く飛ばされたら上からステージ真ん中にまっすぐ向かっていったり、横に飛ばされたら崖まっしぐらに復帰してしまって、その動きを駆られてしまう。だから大切なのは復帰技とジャンプのどちらかにはまっすぐじゃないルートを入れること。まずは自分のキャラがジャンプと復帰技の組み合わせでどれくらいの距離を移動できるのかよく知ろう。そうすると、あ、この距離ならまっすぐ戻らなくても距離的には全然届くわというのが体でわかるようになる。そうしたら、例えばジャンプはあえて後ろに飛ぶことで復帰ルートの予想を外そうかなとか、崖に全然届く距離だけどあえてウェビーで頭を出してから戻ろうかなとか、復帰に工夫を凝らすことができるようになる。工夫の引き出しが増えれば復帰は駆られにくくなる。あとはブチブチ、これ大事よ、ケイ。